こちらは総務省北海道総合通信局です。ニセコ周辺で電波の特別監視を行っています。海外からお持ち込みの無線機はテレビや重要な通信に妨害を与えますので絶対に使用しないでください。日本の法律により罰せられます。